カール・ボリワグ・プレッスル、プレスル兄弟の破壊しカレル・ボジボイ・プレスルは、チェコの植物学者である、プラハに生まれた。生涯を、プラハで送り、1833年から、プラハ大学の植物学の教授を務めた。1817年に、シシリー島の調査旅行を行った。兄の博物学者、ヤン・スバトプルク・プレスルと共著で、1819年に、 チェコの植物を出版した。15年間にわたってチェコのフンボルトと称される探検家タデアシュ・ハエンケがアメリカ大陸で集めた植物標本を研究し、ハエンケの標本を1825年と1835年に出版した。チェコの植物学会の雑誌プレゼリアはプレスル兄弟を記念して命名されており、シソカの俗名プレゼリアに懸命された。 C プレッスルは植物の学名で命名者を示す場合にカレルボジボイプレッスルを示すのに使われる。ありがとうございます。